こんにちは、ドビコです。今回は前回から作っている小一女子の夏のお出かけバッグに持ち手をつけたいと思います。持ち手作っていきます。まずは7番の紐、4本あるうちの2本で1本の持ち手作ります。端から 7.5 センチのところに印をいけます。いけますじゃないですね、印をつけます。こっちからも 7.5 センチ、1番の20センチの も同じようにつけます。 7.5 センチのところで切って、8番の紐、ここのボンドはつけすぎない。7番の 7.5 センチからの後、8番のこの紐をつけて、ここから下の紐から出たところにボンドがついているとループが狭くなるので、ここは気をつけてつけてください。ボンドが乾くのを待ちます。両端にループを作ったら、この間に11番の紐を、高さを均等にするために貼ります。なので少し微妙に差ができて、こういう風に見てしまうと意味がないので、少しカットして、足りないのはちょっとぐらいなら大丈夫です。こういう風につけます。で、一番上にこのループの貼り付けるときに、どっち
でも構わないんですが、持ち手の形が U 字型なので曲げて長く出た方を、あ、先に貼り付けてるんで貼り付けた方がカットできないので、貼り付けた方を外にした方がいいですね。貼り付けた方を先に貼り付けた方を外にして、内側は5ミリをカットします。5ミリよりあるかな。で、ポンドが乾くまでにこの U 字型を片付けるように、こういう形でポンドを乾かします。
し温度をつけて、最後は丸いところをボールペンとか、これは千枚通しのちょうど持ち手が入るんで、こういうふうに入れて丸くします。で、あと取り付けていきたいと思います。持ち手の方ができたら、今度本体につけていきます。10番の補強の紐を残している紐に貼り付けます。曲げてボンドを乾かすようにしてください。前後の長さが違ってくるので、で取っ手を通して裏側に差し込んでいくんですが、たっぷりボンド持ち手を2つ取り付ければ出来上がりです。ちょっと小ぶりなんです。小一女子が持つように。何と比べたら分かりますかね。コップ、こんな感じです。で、お嫁さんの趣味ではないかもしれないんですが、ひまわりを買ってきたので、ちょっとひまわりでも刺してみようかなと思っています。女の子が持つには可愛いですよね。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。
もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録の方もぜひお願いします。ドビコでした。